これからはみんなで力を合わせてリカを守ってくださいね。それにしてもドール泉を動かしているのは本当にあの人なのだろうか。もしそうでないなら一体誰がドール泉を。悪魔とは心の中を住まいとするものであるから、その実像を捉えることは難しい。ふう、どの本も大して役に立つことは書いてないな。理科のうちに下宿してる大学生、浅木山瑠衣か。こいつも目障りね。ん？ずいぶんたくさん本を読んでるんですね。ああ。それも悪魔の本ばかり。君、誰？私、カトリーヌ。カトリーヌ？どっかで会ったっけ？私は、あなたのことよく知ってるわ。あの蝶か！悪魔は、姿を変えてはいろんな形で現れるわ。ああ、会ったことはないけど、そう書いてある。本をいくら読んでも、悪魔のことはわからないわ。君は一体。なんだ？開かない。どうしたんだ？君の仕業か？まさか君はデボールの手先なのか？カトリーヌ、こいつ何者なんだ？誰かいる。おい！何なんだ君！誰だか知らないけど、お前がドール泉を動かしてたんだね。殺すなか！少し遊ばせてあげるわ。君、どこだ？さあ、行きな。どうしたんだ、君。おい、大丈夫か？あんなやつに聞いたってわかんねえに決まってるよ。ルイさんならきっと何か知ってるわよ。ルイさん、いろんなこと知ってるものね。そうですね。コーリングチョーカーについて知ってればドール泉のこともわかるかもしれませんしね。チッ。あれ、君たち。あ、ルイの友達。こんにちは。よ、浅木山にいようかい？はい、大学にいるって聞いたので。ああ、そういえば第二図書館に行くって言ってたな。行ってごらん。はーい。やっぱり君はデボールの。僕をどうしようって言うんだ。人間ってほんと間抜けね。なんてやつだ。あれ、あの、どうかしたんですか？戸が開かないんだよ。おかしいな、中に誰かいるみたいだけど。ルイさんがいるんじゃない？もしかしたら。あ、ルイか。ミスティだ。あれはコーリングチョーカー。こんなもの持ってなきゃ何もできないんだから。これはいただいてくよ。トゥルールクルールトゥレイロクレイラ、
トゥルールクルールトゥレイロクレイラ。ドールリカ、リカ様に何かあったのでは。わかりました。おい、ここから入れるぞ。誰だ、出てこい。お前はドールナイツめ。カトリーヌさん、こっち来ちゃダメ。フルールフローラグリーネフライネ、フルールフローラグリーネクライネ。カトリーヌさん、ドールイズミ任せて。ドールイズミ剣山。ルイさん、大丈夫？あの子は？カトリーヌさん。なぜあんな小娘がドール泉を動かしているのだ。今日のところはお前を動かしているのが誰か分かっただけで十分だわ。覚えときなさい。これからはお前も私の相手だってことをね。お姉さん。リカ様、ミスティは危険なやつです。十分に気をつけてください。カトリーヌさん、泉お姉さんを動かしていたのはカトリーヌさんだったの？隠していてごめんね。でもどうして？これをあなたのおじい様から預かってきたの。あなたを守るようにって。おじいちゃんから？すると君もドールランドの王家のものです。カトリーヌさんが？すまなかったな、デボールの手先と勘違いしてしまって。悪魔に会うことができたわね。え？デボールを知るためにはいくらたくさんの本を読んでもダメなんです。うん、そうかもね。それじゃ。待って、カトリーヌさん。御前様とオリエ様にはいずれお目にかかりに参ります。リカ様、大丈夫ですか？大丈夫だけど、こんなに散らかっちゃって。うわぁ、こりゃひどい。ちょうどいいところに来てくれた。みんなで片付けよう。え？手伝うのよ。本を読んでるだけじゃダメか。ルイさん、その本は？ああ、この棚の上から2番目だ。はい。カトリーヌさんがドールランドの王家の人。少女ミミちゃん、お母さんはどこ？リカちゃんの後ろでミミちゃんの目が光る。次回スーパードールリカちゃん光る目の少女、お楽しみに。リカちゃんをいじめる者は私ドールリカが許さない。